ります。まず一つ目のですね、安心というところでございますが、お客様ですね、やはりあの田んぼからのですね、急な田んぼからの出入り口ですね、またトラック等への積み込みで怖い思いされた方、中にはいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、この田植え機につきましては、オペレーターがですね、降りたまんまでですね、操作が行えるということで、これをちょっと見ていただきたいと思います。急なですね、補助の出口等でですね、このようにオペレーターは田植え機に乗らないでですね、田植え機を操作することができると。はい、まあ、この機体は、農林水産航空協会の認定、また国交省の機体認定を受けた製品になります。まあ、安全で、静かで散布作業がしてもらえるということになるかと思います。本日は、まあ、紐がちょっとつけてあります。これは何かのトラブルの時に皆様のところに飛んでいかないようにということで、展示会専用の許可を国交省の方からいただいております。まあ、お菓子は巻きませんのでご安心ください。はい、じゃあとりあえず1回飛ばしてからまたご説明を差し上げようと思います。はい、もうすでにスタンバイをしております。まあ、GPS を使って安定的に飛ばすということで、皆さんどなたでも簡単に操作は可能ですが、一応認定講習というのを受けていただくことになります。はい、じゃあちょっと一度離陸をいたします。はい、もうモーター回りましたらこのように離陸してまいります。はい、散布は手元のスイッチにより突出いたします。ちょっと今日風で水が流れるかと思いますが、内容物は水ですのでご辛抱ください。はい、ちょっと自由に飛び回りませんが、だいたい高度的にはこのぐらいの高さになるかと思います。風は25メーター吹いても大丈夫です。はい、こう指を離していただきますと、もうその場で、自立安定、ちょっと溝がかかるので前にやりますが、自立安定がしっかりしておりますので、少々の風では傾いたりいたしません。急に墜落するようなことはないと思います。はい、突出の停止、散布開始、手元で行います。この状態で幅4メートルから5メートルの幅を維持いたします。速度15キロから20キロということで散布いたします。ちょっと、まあ、横にでも振るぐらいでやらせてもらいます。はい、このように散布をしてまいります。まあ、空中飛行物体ですので高さは自由にしていただきましたら大丈夫です。まあ、風が強いとか作物が低い場合はこのようにやっていただくと、低くもっともっと低く飛ぶことが可能になります。はい、作物条件によりましては高度を自分で変えていただく。はい、途中で指を離していただきますと、もうこのように安定した状態で飛行することが可能になります。はい、まあ、後から見ていただきますが、機体自体は大型化になりますので、アームが折れて、簡単に持ち運びにしていただくことが可能になります。はい、まあ、このままほっとけばもう機体が電池が済むまで飛んで、しまうかと思います。はい、離着陸は大変安定した離着陸ができるように設計をされております。はい、着陸をして、モーターをテスト。はい、このような状態で散布することが可能になります。はい、
また薬剤を搭載してバッテリーを、まあ、交換していただくということで再飛行また飛んでいただくことができます。はい、ちょっと上に線があるのであまり上がれませんが、このような状態に、はい、はい、散歩終わり、横移動、散歩開始でこのようにバックして散歩を行います。まあ、上空から落とすということで自由に散歩がしていただけるかと思います。まあ、田んぼのあぜから全て散布が可能になるということで、最近、まあ、ドローンの防除機、各メーカーさんいろいろ出してこられておりますが、もうこのエンルート、ドローンでは有名な会社になります。もうすでに農薬の研究だけでも5年間農薬機に費やしております。もうすでに広島あたりも台数結構出てますので見られたことがあるかと思います。はい、連続してこのように空中から散布することが可能になります。はい、私とこは一応エンルートの代理店ということでご紹介しております。ご購入ご相談の方は愛石中国さんの方にご相談いただきまして、でも、もしくはもっと詳しく知りたいという場合にはお声掛けいただきましたら当方の方でご説明に参上いたします。はい、修理の方も当方の方で受けたまわっております。講習、修理全てやっておりますので安心して、取り組んでいただきたいと思います。中産官並びに法人さん、大きな業者、散布業者さんともにこれでしたら十分お作業をやっていただくことができると思います。はい、いかがでしょうか。空中から散布する防除機ということでご紹介させていただきました。まだまだ飛びますけど、はい、また詳しいことはあちらの専用ブースの方でご説明差し上げますので、それから今ご質問等ございましたらこちらでご質問を受けたわらわしていただきます。ありがとうございました。ご観覧ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、笹岡大地くんなんですが、新型機種が出ているみたいです。新型は紫色の色をしてました。